めっちゃ相変わらずですね。朝の時間のね、日陰はまだ涼しくてすごい、めっちゃ鳥も鳴いてるし気分が最高ですね。全然ね、まだ暑くもなくて、ちょっとは涼しいくらいの、肌寒くまではいかないけど涼しいくらいのね、いい感じの気温でございます。おはようございます。今日は5月の24日、日曜日ですね。まだ気温25度だからやっぱ涼しいんだね。日陰はね、もうちょっと 1,2 度くらい低く感じるので、めちゃめちゃ涼しくて気持ちのいい朝なんですけど、今日はパンがいっぱいあるので卵サンドにしようと思って、今ねゆで卵を作っております。今日マヨネーズ、このオリーブオイルのマヨネーズにしたんだけど、このトレジョのね EBBS シーズニングを、これ本当に何でも合うからね、ガーリックソルトみたいな感じのやつなんだけど、セサミとかいろいろ入ってていっぱい入れちゃいます。はい、朝ごはんできました。リンゴもあったのでね、一緒に切りました。いただきます。今週はね、月曜日が祝日でメモリアルデーっていうね、アメリカの祝日なので、今週は3連休です。まあ、いつもだったらね、多分みんなパーティーしたり、庭でバーベキューしたり、まあ、セールとかも多い時期なのでやったりするんだけど、まあ、今年はまあ、セールとかやってるお店ももちろんあるんだけど、オンラインでねやってるお店はあるけど、みんな家にいるのかなと思うんだけど、本当はうちらもこの週末はイベントの予定だったのね。アリゾナで一番大きいイベント、一番大きいイベントって言ったらあれだけど、コミック系のイベント、もともとはアメリカンコミックとか のイベントだったんだけど、数年前にちょっと名前が変わって、アリゾナコミコンからアリゾナフェニックスファンフュージョンっていうのに名前が変わって、まあアニメももちろんそのアメコミだけじゃなくてね、アニメとか漫画とか、まあなんていうの、いろんなそういうアニメ系アメコミ系のもの のイベントがあって、フェニックスの大きいコンベンションセンターで結構ね人数も集まる、テレビとかでも宣伝するような大きいイベントがあったんですけど、うちらも今年初めて参加しようと思って、イベントにね、まあ、そのベンダー側として申し込みをしてたんだけど、まあそれが延期になっちゃって、8月じゃないや、9月の末だったかなに延期になってしまったので、まあもちろんね、今年中に一応やる予定ではあるから、まあその延期がどうなるかは分かんないけどね、一応それは今週末本当は4日間であったのでね、ちょっと残念ですけど、まあメモリアルデーだから、うちらもまあ状況が良くなってたら、まあ、イベントはもうどっちにしてももう延期になっちゃってたし、状況が良くなってたらカリフォルニアに戻ろうかなと思ってたんだけど、まあちょっとなんか相変わらずな感じなので結局やめました。まあ、今無理に行く必要もないかなと思うので結局やめました。なのでね、今週末の3日間、まあ、3連休だけど、どこも多分空いてるところも少ないから、またねお家でのんびりな生活かなと思います。昨日このねカレンダーを見つける、これ多分ねダイソーで買ったんだと思うんだけど、前回日本にね帰った時にダイソーで確か買ったんだと思うんだけど、前回その帰ったのが去年の10月11月ぐらいだったので、忘れててね、ずっと開けないでしまってたみたいです。でも気づいたらもう5月になっちゃってて、これねちなみに柴犬とね猫ちゃんのねカレンダーなんかめっちゃ可愛いんだよね。こう交換庫に出てくるめっちゃ可愛くないこれ。そう、でもう5月だからね、5月ちなみに柴犬ですね。めっちゃ可愛い。まあ日本のカレンダーだからもちろん日本の休日が書いてあるけど、そうちょっと使ってなかったので、あやばいやばい、もう半年しかないじゃんとか思って急遽ね開けたので飾っております。今日はずっとお絵かきしてたらね、あっという間に1時になっちゃったので、お昼ご飯にしようと思うんだけど、どうしようかな、あー迷う、いろいろあるんだけど、この間買ってきたビビン麺にしようかな、ちょっと辛いものが食べたい気分なので。できました。めっちゃきゅうりたくさんだね。いただきます。またまた絵を描いていたらずっとね時間が過ぎちゃって、ちょっと今日おやつにまたコーヒーゼリー食べようと思います。最近コーヒーずっとブラックで飲んでるからなかなかクリーマーが減らなくて、もうでもなくなりそうですね。これもこれからまちくんのお散歩に行ってきます。ちょっとどこ行くか決めてないんだけど、公園か近くのトレイルみたいなところか、まあトレ
レールって言ってもすごい短いやつだと思うんだけど、行ってくれと思います。到着しました。いつものトレイルに来ました。トレイルって言ってもすごい短いとこだけど、あ、サボテンに花が咲きそう。咲いたのかな。あ、これから咲くっぽい。日もちょうど落ちてきたので暑すぎずちょうどいいですね。空がめっちゃ綺麗。でも暗くなってきたからね、早めに戻ろうと思います。はい、帰ってきました。めっちゃ満足フェイスですね。ちょっと遅くなっちゃったけど夕飯作ります。今日はね、ちょっと材料足りないんだけど、八宝菜的なのをね、作ろうと思います。野菜炒め的な感じで作っていこうと思います。ちょっと今日の夕飯これだけだけど、結構遅くなっちゃって、もうすぐ9時になっちゃうのでね、パパッと食べようと思います。いただきます。今日はなんか一日中ずっと絵を描いてて、iPad にね、お絵描きのソフトを入れたので、絵はすごい苦手なんだけど、ゆっくり。ちょこちょこ書いてまして、なんか集中しちゃうとね、音楽聴きながらとかやりながらで集中しちゃうとすごい時間が経つのが早いので、今日はずっと絵を描いてたのって感じなんだけど、まあでもお散歩にもね行けて、夕方の日が落ちた時間だったんで、すごくなんていうの、風もね吹いてて暑すぎず乾燥はしてて、もちろん気温はちょっと高めだったけど、汗かかない気温なので、ちょっとだけ歩いて30分ぐらい歩いたかな、トレイルをね行ったり来たりして、長いのをこう回っちゃうと多分日が落ちてきちゃうから危ないなと思ったので、こう一本道行って U ターンして帰ってきたんだけど、全部で30分ぐらい、まあゆっくり歩いてお散歩できたのでね、久しぶりにちょっと気分転換になったかなと思います。まあ、ということで、もう時間も10時なので、そろそろね今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。ということで、また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。